ちょっとテロップ書いとくわ、ちゃんと。今日はってちゃんと毎回しなさいって感じなんですけど、オッケー、オッケーオッケー、ほい、こんばんは。みんな何してたんですか今日。明日からお仕事って方も結構多いんじゃないかな。後ろの飾りかわいいでしょ、見て。ちょっと見えにくいんですけどね、ここにね、はるかの大好きなうさまるとうさこのキャラクターをに、あの黒の画用紙をで模様をつけて牛にしたんですよ牛年だから、だから牛丸と牛子になってます。可愛くない？この間インスタでも言ったんですけど、そんな感じ。本当はうさ丸なんですけど牛になってます今。あー今日もお仕事お疲れ様、お疲れ様やで。それは完全にね、正月、まあまあそれもそれでよくない？ゆっくりね、そりゃ お正月ぐらい皆さんゆっくりしてくださいまあお仕事の方もねいらっしゃると思うんですけど、お疲れ様。そう、ちゃんと牛丸牛子って書いてるんですよ、かわいいでしょ牛氏はいますか？牛氏ね、やりたかったんですよ、うさ氏にね。牛氏ちょっとなかなか手ごわくて、そういうかぶりもんとか苦手なんですよねふ梅田で新春の爆買いしてました。嘘、いいな。何買ったん？あけおめことよろです。もう皆さんそれぞれいいお正月を過ごされてるみたいですね。はるかルームでゆっくりさせてもらって、それは嬉しいです、ありがとう。1日にねインスタライブもさせてもらって、たくさんの方が見に来てくださって嬉しかったです。今日で休み終わりです、憂鬱です。そんな、一緒に頑張ろう、明日からね、頑張ろう何してたん？逆にはるかは今日はお家にずっといました。一歩もだから外出てないです今日は、昨日は、まあ、パパとママとお出かけしてたんですけど、今日はお家でゆっくりしてました。おみくじ引いた？まだです、まだなの。だから多分、まあ、今日までが三が日で、まあ一般的にはお正月って言われると思うんですけど、まあ、ちょっとお正月過ぎてから引きに行きたいと思います初詣行ってないんですよね。人混みとかね結構あるから、ちょっと人が少なくなった頃に行こうかなって思ってますおみくじ大吉2人おる、すごいぜひ分けてください運勢分けてあ、ちなみにあれですよ、1月になったってことで、まあね、新しい年も始まったということでね、じゃーん、最後の、毎回配信後じゃないわ、配信に毎配信やってる1位の方とラッキーさんの言葉のプレゼントの言葉が変わりました、イエーイ。どう、なんか気になる言ってほしいのとかありますか皆さん。1から4まで変わってますので
ぜひぜひ皆さんこちらも最後までね楽しみに待っていてくださると嬉しいです。そう、変わったのリニューアルです。前回の1回も当たらんかった、今回こそ、今回こそですよ。わあ、みんないっぱいなんか気になるの言ってくれてる。2、3、1、わあ、なんか4、おお、やっぱそれぞれにありますね。嬉しいな。ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。すごい、なんかタコめっちゃ上がっ、タコめっちゃ上がってる。すごい、クマちゃんのタコですね、これは。かわいい、ありがとうございます。おすすめ全部全部です。おすすめ、はるかからの愛情がたっぷり入ってる言葉なので、どれも全部ですツンデレ多め。確かになんかね、結構これもう本当に初期の頃、ショールーム始めたての頃からずっとやってるからね、なかなかこうなんていうの、思いつかない時があって、今回はでもパパッと思いつきましたコンプリートセント、お、楽しみ楽しみですね。そう、どれもおすすめですよ。最後にね、お楽しみということで嬉しい。でもみんながこう喜んでくれるの嬉しいですそう、毎回字を入れてそこポイントですからね。画面なんかプツプツなってますか？はるかのなんかなってるんですけど大丈夫かな？当ててくださいよはるか？そうやな、まあ、2位から13位までの方はね、はるかにかかってるんでね、ちょっと頑張ります頑張ります。こんばんは、ありがとう。何のお話しますか？リップ良き色、やったー、この間新しく買ったやつなんです。嬉しい。グループ A 応援するね、ありがとうございます。 A、 これ A に見えてる、なんか三角に見える三角に見えるね。お正月何食べた？お正月？お正月？年末のしか出てこないんですけど年末はカニ鍋とすき焼き食べたんですよ。あ、すき焼き元旦だったかな、忘れちゃった。でも食べたんですよ。何食べたっけ？年越しうどんは食べましたそばじゃなくてうどん食べた。また増えたののリップ、そうそうやねん、ずっと気になってて、ちょっと この間はなんかマットタイプ買ったから、今回ツヤタイプ買いたくて今日塗ってるやつ買ったうん、今日も髪の毛サラサラやね。ですよ、今日はちゃんとあれしたで、ヘアアイロンで整えてきました。初夢は見ましたか？見てないです、本当に夢見ないの、マジでぐっすり寝すぎて本当にやばいよね、夢見ないんですよね。カニ鍋めっちゃやばかった。もうカニもうめっちゃ大きくて、めっちゃ身がプリプリしてて、お腹いっぱいたらふく食べ、
やっぱカニ鍋多いですよね、この時期。すき焼きとかもね。初めて来ました、かわいいって。ノアさんありがとうございます、嬉しい、やったんありがとうございます、見に来てくださって。壁に推しが貼ってある、そう、お年玉のなんか袋を飾ってます牛年っぽく春ちゃんの夢が見たいです、ぜひ出演させてください待ってます、夢へのときどき止まる。 Wi-Fi 切った方がいいんかな、これ。 Wi-Fi 切った方がいい。ちゃんこ鍋食べたことないな、多分。なんかね、ママにね、食べたことあるのに食べたことないっていうのやめてって言われるんですけど覚えてないです。でもちゃんこ鍋はないと思う、ほんまに食べたことないと思う。なんか時々食べたことあるのに、もうほんまに1回とかしか食べたことないから覚えてないんだと思うんですけど、食べたことあるから食べたことないって言わないでってママにこの間言われたねね、本当にこちらも出演待ってます、いつでも呼んでください、すぐ夢駆けつけるんでね出演料出すので夢出てください、あら、ぜひぜひこの前はるちゃんが夢に出てきて、えすごい、どんな夢やったんやろ。が行きました、嬉しい、ありがとうございます。何の曲が一番やろいろいろ話聞きたい。食の記憶力が、そうやねんな、そんなに食べることにこう、なんていうんやろ、めっちゃ興味があるわけじゃないからさ、あんま多分覚えてないんですよね。ダメだダメだこりゃ。うわ、何このでかい、なんかキラキラしたクマ、これタワーですか、これタワー、すごい大きいクマさん、やっぱりタワー、ありがとう大ちゃん、ありがくまです、ありがとう、めっちゃキラキラありがとうございます。止まったね、ちょっとじゃあ一旦止まるかも、 Wi-Fi 切ります、ちょっと Wi-Fi 切ってみた、今止まったと思う、 Wi-Fi 切りました。お年玉で何か買った、まだですね、お年玉慎重に、意外と慎重に使うタイプなのでちゃんとこの1年間で使い切りたい人だから、慎重に、まだちょっと使ってないです、一旦置いとこうかなと。めっちゃおもろい夢の内容、はるちゃんが電車に乗り遅れてるところやってマジでやってそうで危ないなまさ夢になりそうで、今年もよろしくお願いしますタワーありがとうございます、とこちらこそよろしくお願いしますタワーですありがとう、お正月やからネット、ああネット環境最近なんかおかしいですよね。計画的で偉い、やったやった、意外とね、なんか慎重に考えるとこ
あるんですよ。意外なのか分かんないけど、1年も持つほどもらえる。いやそんな多くはないけど、でもあのお小遣いとかをさこうちまちま使ってやってますよめちゃめちゃなんかすごいどんな話してんねんって感じですけど春ちゃんとハイタッチする夢見て、嘘、どんなとこでやる、イエーイイエーイって、アンジービー買いまくる。アンジービーもまあそうですけど、でも大抵コスメに飛んできます。はるかのお年玉コスメ、今もねまたいろいろ欲しいコスメあるんですよね。でもちゃんとこうこれは必要だとかこれはまだいいとかちゃんと考えて買おうと。あ、スタバにも飛んでくね、そうだスタバもやばいですね、最近いっぱい飲んでますリアルなお金事情それな。はじめまして、ロマタコさん、ありがとうございます。なんで来てくださったんですか、ありがとう。これなんかさ、初めての方ってさ、なんかあのあれ出なくなったの、また変わったの、ショールーム前なんか出てたやん、出なくなっちゃったん。こんばんは、ありがとう。福袋買った？福袋買ってない。買ったことないです。何に何の福袋でも。なんかさ、こう自分で選びたいタイプだから買わないんですよね。福袋なんかすごい憧れはあるんですよ。やっぱお正月といえば福袋っていうイメージだからあるんですけど、なんか自分で選びたいなと思っちゃって。あ、出る？あ、ついてん？つくのちゃんと。そうなんだ、変わってないんだ、変わったかと思った変わってない？ありがとうございます。福袋は買う勇気が出ない。そう、なんかさ、あ、この福袋はもう自分が欲しいものが全部詰まってるって思えばあれなんですけど、だからそれこそ NMB の今回のなんか推しのやつが選べるやつあるじゃないですか。あれとかは絶対にもう推しのが出るじゃないですか。だからすごいお得感あると思うんですよ。なので皆さんぜひはるかのはるかのね、よろしくお願いします。サダのはるかって言います突然の宣伝。はるちゃんの阪神の福袋買った、嬉しい、ありがとう、やった。そう、はるちゃんの福袋は買うべきよねって書いてくださってるけど、そうですね、それはぜひやった、みんな買ったよって、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。選べるの最高よな、やっぱいいですよね。なかなかさ、こう自分の推しが出るか出ないかわからんってなると結構勇気いるやんでもやっぱ選べるのいいよね。そう思う。だから今年のその何、初の試みめっちゃいいなって思った。買う方向で検討します、お願いします、待ってるよありがとう。はるちゃんの着物姿可愛すぎる。ほんまに、本当にレパートリー、髪型のレパートリーなくてまた団子になっちゃったんですけどでも振袖の色がオレンジでめっちゃ可愛かった。ちなみにさ、
こう時計合ってんのかな。皆さん9時半前になったら教えてほしいです。9時半前、9時50分ぐらい、9時50分、違う うん、え、9時半だから9時20分ですね。いつもの感覚で言った、9時20分頃になったら。本当にちょっとこういうとこポンコツなんですよ。ポンコツです。安定の団子、そう安定なの。なんかどうしたらいいんだっていつも思って、今日は今から交換ノートですか。途中まで書けました、途中まで。だからあともうちょっとで完成です。お配信終わってパパッと書いてきます。すごいすぎてる。それ9時半前って言ったのに9時50分とか言って、ちょっと本当にやばいよ、やばいです。本当に見たいもんでもあるのかな。そういうわけじゃないです。今日は9時半から、9時半からじゃないって、8時半からだったんで、いつも1時間配信だからかな。特別見たいものがあるわけではないんですよね。でもちゃんとモバメもね送りたいし、ブログ書く時間もあるので。毎日交換ノート書いてくれてほんまに嬉しいです。そう言ってくれてすごい嬉しい。やっぱそうやって待っててくださるね、皆さんがいるから。はるかはなんかこうお仕事とかで結構遅い時間になってもみんな待っててくれるから頑張ろうってなれるし、ほんまに嬉しい。ありがとうございます、いつも。はるちゃん毎日モバメありがとう。そんな全然もう本当に大したこと書けてないんですけど、でも写真はモバメじゃないと見れない写真とかも結構あるし、そこにしかね出してない送ってない写真があると思うので、結構ありがとう、そうやって待っててくださって。コメントするのが日課、ほんまに嬉しい。いつも楽しみに待ってるんですよ、皆さんからのコメント。今年は頑張ってコメントしますね。よろしくお願いします。ありがとう、頑張れるパワーになるので。真夜中にまとめてくるよね。あれでもはるかそんな時間に送ってないですからね。ちゃんと12時までに送らないと送ってもらえないっていう時間があるんですけど、それまでにちゃんと送ってるんですよ。そこはちゃんとはいお願いします。そんな夜中に送ってないねんけど、なんか皆さんの元に届くのは夜中らしい。それはちょっとスタッフさんですね。だって12時以降に送ったらもう送ってもらえないんですよ、みんなの元に届かないの。だからちゃんと送ってるんですけど、そう許してください。朝起きた時にモバメ見て幸せになれる。そんなん言ってもらえてめっちゃ嬉しいな。あらゆる SNS 待ってます。待っててください。今年もいろんな SNS をフル活用して頑張りたいと思います。はるからしさをねもっと出せたらなって思います。こんばんは、ありがとう。こんばんは。はるちゃんのモバメ用の写真フォルダー作って保存してる。うわ嬉しい、ありがとう。永遠に見ていただけますね、それは。
午前に送ったであろうメールが夜来る時もあるよね。そうなんや。まあ、結構時差があるのかな。時差ですね。時差しゃあないです、しゃあないです。それはもう何時からとかある？あーなんかあるね。あるけど基本的にはるか朝起きれないからさ、遅れなくて。あんまりな、何時からだっけ覚えてないんですよね。5時とかからだったかな、それぐらいだったかな。ショールームとかと同じ感じなんですよね。学生は8時以降は学校、平日は遅れないとかあるんですよね。朝は基本的でもあんま送んないかも。許して。夜送っちゃいますね。やっぱ夜行性だからな。お、9時ありがとうございます。お時間こまめに書いてくださって。待って、めっちゃ時差あった。コメントにも時差の話してたらコメントにも時差があった。全然あれです、毎日検温して送ってるんでしょ。送ってます。でもその後またすぐ寝てるから、お休みの日はね。お休みじゃない時はもう結構もうそれでそのまま起きてるんですけど、お休みの日はもう本当にそのままなんか寝ぼけながらね検温やって送ってるんですよ。だからたまにいつの間にか検温その送っていつの間にか寝てて、なんかツイッターとか見た後とかそのまま携帯持ったまま寝てることとかがあって、なんか間違えてなんかツイートしてないかなとか。意味わからんツイートしてないかなとか、なんかむやみやたらといろんなメンバーのいいね押してないかなとか、めっちゃ心配になりながら目覚めるんですよね。ちょっと焦る。朝はおはまるツイートがあるから、あ、おはまるツイートは最近結構毎日できてるかな。今日はこんにちはだったんですけど、今日はちょっとこんにちはだったんですけど、みんな言ってくれてる。朝はツイッターのハマるがあるからって、優しい。優しいな。充電し忘れる。あ、わかる。一回こないだやらかしました。それこそオフの日だったから全然よかったんけど、やばいよな、充電し忘れたら。体温ツイートはおもろい。はるかずっと多分36度4と5ですよ。なんかやっぱ冬になったら体温差があるのかな。めっちゃ普通の何、基本的な体温、平熱6度8分とかなんですよ。めっちゃ高いの。でも最近冬になってから朝検温したら6度4とか5とかで、なんか大抵絶対にそこの2つを行き来してます。全然変わんない。はるちゃんのおはまるはいつも可愛い。嘘、嬉しい。みんな動画とかもさ、なんか喜んでくださったり、めっちゃ何回も見ますとか言ってくださるのめっちゃ嬉しいし、いいねとかめっちゃ嬉しい。健康的？体温高いよね。そうやねん。そう、平熱がね6度8だから本当にちょっとなんていうの、体温上がったらすぐ7度いっちゃうからさ、もう今ヒヤヒヤしながらいろんなとこで検温します。本当に怖くて、すぐ7度2分とかいっちゃうからさ。
同じぐらい。あ、ほんまにそんなもん。意外といるのかな。動画来たら職場でニヤニヤが止まらない、嬉しいこれからも待っててください。ちょいちょい出すと思うので。昼休みにいいねする。いや優しい、そんな休憩、大切な休憩の時間をはるかにありがとうございます。35度くらいの時ある、やばい。もうはるかそれなったらもうやばいやつですよ、体調悪いやつだ危ないやつですよ。今来た、うさまるかわいいな、でしょ。ありがとう、こんばんは、明けおめです。こんばんは、明けおめです。昼休み見れるときはする、優しい、ありがとう。そういや止まらなくなってる。あ、ほんまに。やっぱ Wi-Fi ってつけない方がいいんですかね。Wi-Fi って配信するときは止めた方がいいんかな。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、みんなわざわざこんばんは言ってくれてありがとう、見に来てくれて。体温高いのは代謝もいいんじゃない。あー、前までは良かった、最近あんまりですね、汗かかなくなっちゃった。はるちゃん可愛いからスクショが止まらない、ありがとう。半目は載せないでくださいよ半目は、目つぶってるとことかも載せないでね、恥ずかしいので。ワイフって何？ワイフって何？え、ワイフって何？全然わかんない。フリ？なわけ。なわけ。あ、全然配信と関係ないことか。厳選ありがとうございます、わざわざあと15分ぐらいか何気にタンスの上のなんだっけ、これセンスか、センスの柄、センスはこれバレエのやつですね、バレエの、バレエで使う小物みたいな、それを飾ってます。理由はない多分ママがお正月っぽさあるなと思ったのかな。ストレートアイロン後ろの上するときどうやってる？はるかはもうストレートアイロンするときは髪の毛をもうこうやって2つに、2つっていうか半分に分けてこうやってやってるかな、やっ
ってます。でも基本的に何だっけ、なんて言うんだっけあれ、なんか言葉出なくなってるあれですなんだっけ、宿毛矯正、そう宿毛矯正定期的に当てに行ってるからそんなに後ろ気になることないんですけど、半々に分けて大抵やってるかな。バレエでセンス使うんや。そうやね、なんかね踊りによって使う時があるんですよ。カスタネットとかもうセンス持って踊るのめっちゃ大変そう。タンバリンとか持って足で叩いたりします。ママのセンス最高、ママが喜ぶやつやあ、そう木取りです、そうそうすごいなるほど、ありがとう。全然全然なんかいいあれになってなくてごめんな。正月ボケしたのか、いやもう元からです、こういうとこは今日も京都って仕事なので休憩中に、あらお疲れ様、ありがとう。お仕事順調ですかありがとうものを使って踊ることあるのね。そうなんですよ、結構あります。扇子は開いたり閉じたり踊りながらするから、もう開かなかった 時の焦りよね焦るよねあれ、開かなかった。はるちゃんの語彙力を補助したい、もう頼みますよ本当に なんかね言葉出てこなくなる時あるんですよね。ピエン、春活は順調です。お、どこ行ってくれたんですかジッパーでジッパーが開かなかった的な感じかな。あそんな感じそんな感じやと思う。あジッパーでジッパー開かんかった時めっちゃ焦りそうやな。あれ怖いよね、引っかかっちゃったりしたら。はるちゃんの生写真持っていくと春活、もうそれは春活ですそれも春活です。嬉しい、わざわざ連れてってくれていろんなとこにありがとう一口ピスタチオアイスが見つからなくてピン、うそー、なんかなかなかないよねあれ、あるとことないとこあるよね。なんかはるかも違うピスタチオのアイス見つけたから食べたいんですけど全然売ってなくて、ピエンピエンです。明日から仕事始めなので頑張ります。頑張ってファイト、おまだあるのピスタチオ、あれって期間限定なのかな、わかんない。なんかさ、こないだのさ、うさまるのさ、あれ期間限定過ぎちゃってさ、でも見つけたんですけどな、あ見つけた、探したんですけどなくて、そしたらもういつの間にか期間終わっちゃってて、もうめっちゃピエン、めっちゃショック、食べたかったのにもうまたね、いつかちょっと第2弾を期待してますパピコのピスタチオ、
そんなんあんの？知らんかった。気になるね。めっちゃ気になります、それは。みんなすごいピスタチオケーキめっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。お腹空いてきちゃいますね、この配信。今コメント欄見たら。明けましておめでとうございます。今年もよろしくね。ありがとう。はるちゃんに送りたかった？受け取りたかったです。最近アイスあんま食べてないか。あ、食べたけど普通にパルムですね。パルム大好き。ピスタチオ食わず嫌いしてる。もったいない。めっちゃ美味しいのに。はるかはピスタチオのジェラート食べて、もうこれは革命が起きたって思った。初めて食べた時めっちゃ美味しい。なんかそれ以来なんか結構ピスタチオのなんかって聞くと食べちゃうんですよね。なんかチョコレートも悪くない？ダースだっけ、あれもピスタチオがあってめっちゃ美味しかった。腹ペコはるちゃんペコペコ。すごいすごい、なんかめっちゃなんか今 お年玉じゃないわ。おみくじ出てきた。バタピー、何それ、初めて聞いた。バタピー、何、バターとピーナッツ。違う。俺もはるちゃん見つけて革命が起きたんやけどなって。そんな嬉しいこと言ってくれんの、幸せですね。どこのコンビニだっけ、はるかが食べたピスタチオのアイスはどこだっけ、ローソンだっけ。ローソンだった気がします、多分。合ってた、バターとピーナッツ合ってた。え、なに、バターとピーナッツ食べたことあるのかな、ないのかな。ちゃんと覚えてないって。ローソンでね、ありがとう、皆さんありがとうございます。配信終わったらローソン行ってこう。おー、早速。早速ですね。はるちゃんバイトしてなかった？はるちゃんコンビニでやったことありますよ。もうめっちゃ短かったけど1ヶ月ぐらいだった。高校卒業し、高校じゃないわ、中学卒業してすぐぐらいだった。あ、20分、ありがとう。時計合ってる？若干遅いですね。バターピーナッツ食べてみる、今度。コンビニにあるの。ピーナッツ類も結構好きですからね。今年の春活始めもまたします。おお、また待ってます、楽しみに。なんかめっちゃ口もごもごなっちゃった。待ってる報告。あ、みんなありがとうございます。あと2分。毎日行きたい、そのコンビニ。そうやってたんですよね。レジが握手礼になった店だよね。なったことないですよ。ないですよ。ありがとう、みんな、お時間、交換ノートの時間です。ありがとうございます。
しっかり書いてきます。ではでは、そろそろ終わるということで、今日ダメですね、今日めっちゃ噛んでるね、セリフも噛んじゃったらごめんなさいね。はい、毎配信させていただいてます。1位の方とラッキーさんに遥かから感謝の気持ちをプレゼントということで、言葉のプレゼントを毎回させていただいてます。ちなみに今回こうやって新しくリニューアルされてる言葉なので、ぜひぜひ毎回楽しみにしていてください。通常運転そんなことないですよ。普段はちゃんとハキハキパキパキ喋れてるやろ。いきます、ランキング読みます、いきます。13位ナグノンさん、ありがとうございます。12位ヒロゾウさん、ありがとうございます。11位ホリーさん、ありがとうございます。10位シンチー、ありがとうございます。9位カナタ、ありがとうございます。8位スパークショウイチ、ありがとうございます。7位ゴッチンさん、ありがとうございます。6位トクちゃん、ありがとうございます。5位ムラチさん、ありがとうございます。4位スエヒロさん、ありがとうございます。3位フレンドちゃん、ありがとうございます。2位ヤクリさん、ありがとうございます。そして1位がダイちゃんです、ありがとうございます。ダイちゃんはクマタワー、キラキラクマちゃんタワーまでありがとうございます。はい、じゃあ2位から13位の方でね、はい、くじを引かせていただきたいと思います。あ、落としちゃいそうか。運命のお時間ですよ。ではでは、2021年初のラッキーさんはこの方でーん。お、3位フレンドちゃんいますか。やっぱあるか、なんか 3人があるんですよね。3 フレンドちゃん来た、おおめでとうございます。今年ははるかといたらなんかいいことあるんじゃないですかね。おいおいって、おいおいって感じですけど、ちょっと待ってな、ちょっとあのメイクポーチが占領してて、圧わら。そんなことないですよ、圧かけた覚えはないですよ。はい、書きます。少々お待ちください。じゃ、メイクポーチ危な。メイクポーチ危な。はい、ということで今日のラッキーさんはフレンドちゃんです。おめでとうございます。はい、一つ一つの行動が好き、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。照れちゃうな。じゃあ何番がいいですか。2021年初めてで新しいね言葉になってますので、メイクポーチどうした。ちゃうねん、メイクポーチなめっちゃでっかいやつになってるんですよ。もうそれをね机の上に置いてて。やばい、めっちゃ占領。 4OK です。4番、落ちちゃう落ちちゃう。危ない危ない。4番でいきますね。いきます。フレンドちゃん、好きやったけどもう好きじゃない、大好き。はい、おめでとうございます、ありがとう。4番にさせていただきました、ありがとうございます。ほいほいほい。甘いも大好き、やったー、キュンです。
ありがとうございます。ということで今日の1位大ちゃん、ありがとうございます。ありがとう。はい、じゃあ大ちゃん何番がいいですか？今回結構全部自信作ですよ。まあいつもなんですけどいつもなんですけど、アーナの生誕祭って、え、すごい覚えてくれてるの？そうなんですよ、実はお任せ OK、 お任せ。どうしようかな、ちょっと全部自信作るからなどうしよう OK、 これでいこう。はい、いきますいきますよ。なあなあ、寒いなあ、手つないでくれる？大ちゃん、はるかの手ずーっと離さんといてな。はい、ありがとうございます。ちなみに2番を言わせていただきました。ありがとうございます。イエーイ変なテンションのイエーイでしたけど、つなぎます。おー、やったー、やったーずっとつないどいてください。かわいい、ずっとな、そう、ずっとですよ。2番もいい、ほま、すごい、みんな絶賛してくださっててめっちゃ嬉しいよ。はるかはありがとう。星3つ、おー、やったー、また全制覇せなくなる。お、楽しみに待ってるでやった、ちょっとみんながそんなに言ってくれてすごく嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しい考えた甲斐がありますね。はい、そして今日スペシャルギフトをくださった大阪の渋谷は渚前さん、そして大ちゃん、ナグノンさん、スパーク翔一、フレンドちゃん、シムさん、カナタ、そしてヒロゾウさん、ヤブちゃん、ハッシーさん、ホリーさん、パパナキさん、シンチ、でそしてゴッチンさん、飛ばさないかちょっと不安です、ちょっと待ってね。 N ちゃんかな。ありがとうございます、ありがとうございます。大ちゃんはクマさんまでありがとうございます。本当にありがとう、ありがくまです。はい、今日からね、そう、これリニューアルしてちょっと嬉しいな本当に嬉しいな、そんな喜んでもらえて。これからもね、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。毎配信するので、いつもありがとう。こちらこそいつもありがとう、嬉しいよ、配信で会えて嬉しいですさてさて、あ、お時間ありがとうございます。あと2分ぐらいで半ですね、ありがとうございます。スクショタイム何がいいですか、ポーズ。あ、でも牛だから、牛、これ牛なのかな、わかんないけど、あとはピース安定のあとはね、ピース着すぎて面白い、クマさん、どうですか、いけてますか。2021年ポーズ、なんそれ、
合ってる？これ十二？逆？合ってる？反対？一応やっとくわ。どっちかわかんないけど。ピース多すぎておもろい。合ってた？合ってた？どっちやったっけ？忘れちゃった。ガオ。オッケー、オッケーですか？できた？オッケー。最初ので合ってる。なんかすいません。なんかすいません。あできた。よかったです。ありがとう。こちらこそありがとうございます。では皆さん今日も配信来てくださって本当にありがとうございました。新年一発目のねショールームだったからね、こうやってなんかすごい豪華なねショールームさんの背景がすごいすごいなと思ったとこから始まったんですけど、でもみんなとね今年もこうやって配信を通してだけどいっぱいお話できることがすることができて本当に嬉しくて楽しくて幸せです。本当にありがとうございます。来てくださってありがとう。2021年もハルカルームで待ち合わせやで。そうやで、約束やで。また配信するんで待ってますね。ハルちゃんルームお世話になります。こちらこそ。いつでも来てください。ではでは、はるかは今からブログを書きに行ってきます。ではでは、またね。本当にありがとうございました。皆さん明日からお仕事の方もファイトです。ありがとう。大好き。バイバーイ。